は16時を回りました。この時間は健康情報番組いきいきライフをお届けします。この番組は心と体も健康で元気な生活を送れるよう、健康に関する情報発信や検診率の向上を高めていくことを目的とした番組です。お相手は FM ギノワン神田玉希です。ギノワン市では全ての市民が心身ともに生き生きと暮らせる街を目指して、健康ギノワン21を平成16年から策定しました。そこで FM ギノワンでもラジオを通して市民やリスナーの皆様に健康になってもらおうということで、この番組がスタートしました。みんなで健康について一緒に考えていきましょう。さて、この番組では健康に関する疑問や質問、ご意見などメッセージを募集しています。メッセージの宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャス、そしてサイマルラジオでネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。サイマルラジオではパソコンがあれば全国どこでも音楽とともにラジオを聞くことができます。 FM ギノワンのホームページからリンクをクリックすると再生されますので、そちらもお楽しみください。それでは早速ギノワン市からの情報をお伝えいたします。今日はですね、すいません、ギノワン市からの情報ではなく、ちょっと新聞の方から、琉球新報の新聞の方から記事をお伝えしていきます。さて、それでは琉球新報さんの記事から一つ、小児の脱水ということで、経口補水液で治療をということで、お子様の脱水症状について注意してくださいという記事が載っていましたので、こちら紹介していきたいと思います。保護者の皆さんはお子さんが嘔吐、下痢で水分が取れなくなり脱水ではないかと不安になったことはないでしょうか。子どもの体の約6割は水分から成り立っており、脱水とはこの水分が不足した状態のことを言います。子どもは大人よりも水分の失われるスピードが3倍速いため、容易に脱水症状に陥ります。例えば大人で1日絶飲食、何も飲まず食わずにした状態を子どもに置き換えて考えると、8時間で同じレベルに達してしまうそうです。脱水症状の治療は失った体液を補うことです。体液は水と塩と糖を含んでおり、脱水だからといって水分だけを与える保護者の方がいらっしゃいますが、これは間違いです。体液は水と塩と糖を含んでいるので、こちらを補うことが脱水症状の治療になるんですけれども、脱水症状だからといって、汗をいっぱいかいているからといって麦茶であるとか、お水だけを与えることは脱水症状の治療にはならないということですね。それだけ麦茶やお水などだけを与えると体液が薄くなってしまい、低ナトリウム血症になります。水と塩と糖がバランスよく配合された経口補水液が脱水症状の治療に適しているということです。正しい飲み方は、失った分の体液を4時間かけて少量ずつ何回かに分けて飲むことだそうです。例えば体重10キロの子供が脱水軽症の症状になった場合、500cc を4時間で与える、実際には5分ごとに 10cc ペットボトルのキャップ2回分ずつ飲むと、60分で 120cc、 4時間で約 50cc になりますということです。細かく何回にも分けて飲むことが重要だそうですね。経口補水治療は簡単で有効な方法ですが、
それでも嘔吐が止まらず脱水が進行する場合は医療機関を受診する必要があります。子どもは脱水を起こしやすいため脱水のサインをよく観察して早め早めのケアをしましょうということで、まあ、これからの季節本当にお子さんは汗もかきやすいですし外に遊びに行く期間時間も多くなると思いますのでぜひ注意して、はい、お子様の様子を観察するようにしてください。以上 FM 紀の湾から新聞の記事をちょっと紹介させていただきました。それでは CM を挟んでゲストさんのコーナーに行きたいと思います。そうですね、 CM が1分ありますのでと7分からこっちに戻ってきて、はい、喋ることになります。それで、はい、いやいやこちらこそです。よろしくお願いします。26分までだから3分の23分。時刻は16時7分を回っております。この時間は FM 宜野湾より健康情報番組いきいきライフをお届けしています。早速ゲストさんをお招きしてゲストのコーナーに行きたいと思います。本日のゲストさんはですね、宜野湾市荒城にあります東歯科医院より宮平歯科医師先生宮平先生に、はい、お越しいただいております。はい、まずはじめに私の紹介からして始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。北海道医療大学歯学部を卒業後、はい、同大学病院におきまして勤務した後、うん、現在宜野湾市荒城にございます医療法人研究会、はい、東歯科医院にて勤務している宮平雅史と申します。よろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、早速ですね、はい、いろいろもう歯について口内環境について聞いてみたいことがたくさんあるんですけれども、はい、今日はどのようなことをお話ししていただけますでしょうか。そうですね、ラジオの向こう側の皆様と一緒に、はい、お口の中のことについて考えていけたら幸いです。はい、でところでですね、はい、神田さん、はい、ちょっとお聞きしたいことがございまして、はい、神田さん、何でしょう、最近歯医者に行かれたのはいつでしょうか。もうこれはですね、最近と言っていいのかわからないんですけれども、一番最後に歯医者さんに行ったのはですね、高校生の頃です。高校生の頃なので、もう本当5、6年前になりますね。あ、5、6年前、はい、おそらく、うん、今歯医者にかかられている方以外、はいはい、多くの方がもう久しく行ったことないなという方が多いと思うんです。うん、多いと思います。でですね、神田さん、はいはい、お口の中の菌の種類と数についてお聞きしたいと思うんですけど、はいはいはい、お口の中の菌って大体何種類くらいいると思いますか。菌ですよね、はい、私が知る限りは1種類しか知らないんですけど、例えば虫歯菌ですよね。はい、そうそうですね、虫歯菌っていう、皆さん、ね、虫歯菌ってのはご存知なんですよね、うん、はい、でも実際にその虫歯菌の中でもたくさん種類がございまして、はいはいはい、虫歯菌でまた歯周病の菌、だいたい種類として約700種類くらいいると言われてるんですね。うん、虫歯菌が歯周病を引き起こすわけではなくて、また別に菌がいるんですね。いるんですよ、たくさんいます。お口の中の菌の数、はい、だいたいどのくらいいるかイメージできますか。菌の数ですか。菌の数100個とかですよね、はい、それが100
100万か100万1000万あこれお口の中菌だらけですよ菌だらけですね菌だらけどう考えてもそうですねでも、はい、ご安心くださいあの全てが悪い菌というわけではないんですね、はい、あそうなんですねそうなんですよちゃんとこの口の中に人間が生きていくために必要な菌もいるということですねいい菌も悪い菌もいるということなんですよね、うん、でですね、はい、この悪い菌を全てなくそうとするっていうのは、はいはいはい、現時点ではとても難しいんですね、うん、ではどうすればいいか、はい、もうあれですね何でしょう。うまく付き合っていけばいいんです。まあもう、はい、まあいなくなさせることができないのであればそうするしかないですね。そうなんですよ。はい、でですね、はい、これからは、はい、虫歯と歯周病のお話を手短ではございますが、はいはいはい、していきたいと思います、はい。よろしくお願いします。で今現在、はい、沖縄県、はい、大体そのなんですか、はい、虫歯の数歯周病の数、はい、どのくらいだと思います全国の中で見て。虫歯になっている人の数とか割合ですね、まあ、まあ結構、まあ、高いと見積もりたい感がするいいですね、はい、ですね、うん、全国一割です全国で一番ワーストワンっていうことですそうですこれ大問題ですよそうですね沖縄、まあ、人口が多いからっていうのもありますかね長生き、うんうんもうしてる人も多いですしこれ本当に問題ですよ、はい全国の中でも、うん、この長寿県である沖縄県が一番お口の中に問題がある確かにもうせっかく長生きしても、はいはいはい、これでは美味しくね、うん、ご飯食べれないじゃないですか、はい、重要ですね一大事ですそうですではこれから虫歯についてお話をしていきたいです、はいはい、ですね虫歯に関してですけども、うんうん、子どもの虫歯、はいはい、大人の虫歯で違うんですね、はい、あ違うんですかそうなんですよ、生まれたばかりの赤ちゃん、うんはいはい、本当に生まれたての赤ちゃんの口の中って、はい、実は菌、虫歯のその悪い菌ってのはいないんですね、うんうん、ところが、はい、もう成長するに従ってお菓子食べたりジュース飲んだりするじゃないですか、うんうんうん、そのことがまた虫歯の菌を増やすことにつながっていくんですね、はい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 、でまた特に歯の生え始めっていうのは、うんうん、虫歯にかかりやすいその原因として、はい、まず歯というものは、はい、生えたばかりの歯っていうのは、うんうん、もう十分に硬くないんですよまだあそうなんですかそうなんですねこれだいたい 2,3 年かけて、はい、唾液の作用とかでだんだん硬くなってくるへえ、うん、知らなかったですそうなんですよで子どもの歯から大人の歯に生え変わる時も同じで十分に硬くないんですねでこれがまた成長するに従って硬くなっていくその時にやはり大事になってくるのが、はいはいはい、お父さんお母さんによる子供の仕上げ磨き、うん、ああ仕上げ磨き、うんうん、この仕上げ磨きっていうのがとても難しいんですねそうですねお父さんお母さんお仕事でお疲れですし、はいはい、また子供も嫌がったりしますからね、うんうんうん、でもご安心ください、うん、僕たちが歯医者さんがいます、はいやり方を教えていただけるということですかね定期的にこの歯医者さんに通っていただくだけで僕たちの方が、うん、僕たちの方でしっかり、はいはいはい、メンテナンスお掃除を行っていきますのでご安心ください、はいはい、ありがとうございますで大人の虫歯なんですが、はいうんうん、大人はですね、はい、お年を重ねていくごとに、うんうん、歯茎がやっぱ痩せていっちゃったり、うんうん、また唾液が出にくくなったり、うんうんすることで、はい、今まで歯茎で覆われてたところが出てきますの で,、はいはいはい、でその覆われてた場所が今度は虫歯の菌にさらされることで、うんうん、虫歯になっていくっていうのが多いんですねあなるほどじゃ子どものうちはその、まあ、いわゆるお菓子だとか甘いジュースだとかが原因で虫歯になりやすくてうす、ねはい、だんだんこう年を重ねてくるとこの歯茎で隠れてた部分が、まあ、虫歯になっていくっていうことですねそうですねでまた大人に関しては、はいはい、自分では磨けていると思ってても、うん、実はこれ磨き残しが多いことがあるんですね実は結構時間かけて磨いたりしてるつもりなんですけどねそうなんですよ皆さん結構時間はかけてるけどね、はいはいはい、って言うんですけどこれも皆さんはもう上等句ですよ、はいまあ、磨き残しもこれは、はい、歯医者さんでまた、うん、
あの染めたりしてね、はいはいはい、あの歯を赤いをつけたり、あやりました昔、やってみるともう皆様びっくりしますよ。いっぱいついてるってことですね。そうです、はい、でですね、はい、あのまあ、この虫歯に関してですけども、はいはいはい、この80歳高齢者を対象とした統計分析等から、うん、はい、あの歯のなくなっているのと喪失が少なく、はいはい、よく噛めてる人っていうのは、うん、生活の質および活動能力が高く、はいはい、運動視聴覚機能に優れていることが明らかになってます、うん、あ運動とかその耳で見る聞くにも関わってくる。そうなんですよ。うーん、でですね、はい、これやっぱり要介護者における調査においても、はいはいはい、口腔衛生状態を良くすること、うんうん、また物を噛めるっていうのを良くすることで、はい、あの生活の質が上がったりするっていうのも、はい、これは分かってるんですね。うん、なんですよ、重要なんですね、はい、で今度はですね、歯周、はい、病についてお話をしたいと思います。はい、あの皆さん歯を磨く、磨きます、はい、ということは行ってるんですけど、はい、歯茎のマッサージについて考えたことってございますか。マッサージ、はい、指で押したりとか、あ、歯ブラシを使われてですね、ですね、そうなんですよ、はい、この歯周病というものはですね、うんうんうん、あの非常にあの再発が多い病気と言われてるんですね。はいはい、あの一見良くなったとしても、うん、またちょっと怠ったりすると、はいはい、また歯周病になって、うん、で骨が徐々に溶けてきて、はい、で怖い、うん、怖いですよ、怖いです、聞くだけで、はい、でこれはもう定期的にまたあの、うんうん、歯医者に通っていただけましたら、はいはい、そのメンテナンスを十分に、はい、そのポケット等のお掃除とかを、いわゆる歯周ポケットですね。そうです、よくご存知で、はいはい、ですね、もうしっかり、はい、あのメンテナンスを行って、はい、うんうん、なんですよ、皆さん車っていうのは2年に一度、はい、車検に出すじゃないですか。出しますね。そのように、はい、あの僕たち、はい、その人間の側も定期的に歯医者に通っていただきまして、そうですね、やっていただき、その治療とか、うんうん、お掃除をしていただければ幸いです、うん、そう考えると本当に、はい、そう歯医者さんに通うってことが普通なんだなって思います、ね、そうなんですよ、うん、今現在の状況としては、はい、歯が痛くなってから、うんうんうん、歯茎が痛くなってから来られる、うんというのがやはりほとんどなんですね、はい、でも欧米の考え方では、はい、痛くなる前に行く、うん、この考え方が大事で、うんうんうん、そうすることで時間、はい、治療の時間、うん、費用等もかからずに済むというのがもう、うん、データとして出ております、はいはい、うん、今ですねこのツイキャスの方でちょっとコメントで質問があったんですけど、塩をつけて磨いて歯茎のマッサージをするっていうのは効果ありますかということなんです。あ、とってもいいですねこの人いかがなんですか、はい、引き締まるというか歯茎が引き締まるという効果も一応出てるんですね、はいはい、データとして、はい、そうですね、このお方いいですね塩をつけてます、はい、そう普段皆さんなされないと思うんですよね、はい、このマッサージ、はいはい、しないですね、もう歯を磨けばいいと思って、はい、るので、うん、歯だけに、うん、そうそう、結構みんな意識向いちゃうんですよ歯にブラシを当てればいいと思ってるんですけどマッサージをするってことはこの歯茎にもちょっとブラシを当てるっていうことになるんですね。なんですよね、このことも、うん、歯医者さんの方で、はいはいはい、磨き方の指導とか、はいはい、このように磨いてくださいと、うん、衛生士さんや、はいはいはい、歯医者さんの方から、うん、教えていただけますので、ぜひ皆さん気軽に、はい、歯医者に来てください。わ、はい、かりました、はい、で最後に何もうちょっと時間が徐々になくなってきたんですけど、はいはい、まだですね、今度、はい、神田さんにお聞きしたいんですけど、はいはいはい、生活習慣病というのをお聞きしたことは、はい、あります。大体どういったのを考えられますか。生活習慣病、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病、もういいですねはい、実はですね、はい、この歯周病も今生活習慣病の一つだと、はい、もう、まあ、言われてまして、前このお話聞いていろいろ考えてるともうそうですね、
はい、その一つに入ってると思います、歯周病。そうなんですよ、はい、あのですね、はい、歯周病の人と、うん、歯周病でない人の、はい、この脳梗塞にかかりやすさ、はいはいはい、大体どのくらい変わるかってイメージできますか。別になんかそんなに関わってな、うん、変わりないと思うんですけど、実はですね、はい、2.8 倍うーん脳梗塞にかかりやすいとも言われているんですね。 2.8 倍すごいですね、もう倍以上、もう3倍になりそうってことですよね。そうなんですよ。またあの、はいはい、この歯周病ってものは、うん、この生活習慣病である糖尿病、はいはい、にも深く関与しておりまして、あの糖尿病だから歯周病になるというだけではなくて、はいはいはい、この歯周病が糖尿病を悪化させる、うん、悪化させるというのももう分かってきてるんですね。そうですね、最近こういう関連のお話いろいろインターネットとかでもよく見ます、はい、歯周病がいろんなアルツハイマーであったりとか、はい、いろんな病気を引き起こすっていう、そうなんですよ、はい、研究が進んでるんですよね。はい、平成19年の国民健康栄養調査より、はいはい、抜粋してきたんですけども、はい、糖尿病についてですけども、はい、歯周病と糖尿病の関連性が強く疑われる人、はい、日本で約890万人、890万人、はい、で可能性を否定できない人、はい、1320万人うーん合わせると2210万人いると推定されているんですね、はい、2000万ですよ。すごいですね。国民の6人から7人に1人は、ね、1人は糖尿病と否定できないんではないかと言われているんですね。へー、そうなんですよ。あ、歯周病と糖尿病の関連性がね、関連性ですね。そうなんですよ。もうみんなって考えたら、もうみんな6人に1人って言ったら、もうこの FM 沖縄のスタッフの中の誰か1人、そういうことですね。もしかしてあなたみたいな感じで、ですね。そうですね、はい、そういったことも、うん、最近もいろいろ、もう本当にいろいろ研究が、うんうん、そういうふうに出てきてるんです、はい、データとしてね、はい、で、ですね、放送事故になっちゃいます、はい、大丈夫です。まず、はいはいはい、あのメタボリックシンドロームとかね、うんうんうん、誤嚥性肺炎とかも、誤嚥性肺炎っていうのはご存知でしょうか、はい、いや、わかんないです。あのお口の中の菌の塊等が間違って飲んでしまい、はい、そのことが原因で肺炎を起こす、はい、というのもありまして、もうその徹底したお口の中のケアが重要になってくると、うんうんうん、はい、肺炎ってすっごい辛いやつですよね。そうですね、特に寝たきりの、おじいちゃんおばあちゃんとかがちょっとこの誤嚥性肺炎にかかる危険性が、はい、どうしてもこの自分でお口の中をケアできないという方がちょっとかかる可能性が高いというのもありますね、はい、僕たち訪問歯科を行っているんですけども、はいはい、その中でも徹底的に口腔内のケア等も、うん、行っています。うそういったのを防ぐために、はいはい、はい、いやもう歯磨きとことんやらないといけない気がしてきました。そうですねもうこのお話を聞いて、はいはい、ちょっと歯医者に行ってみようかなと思っていただければ幸いです。いや今そういう気分になったリスナーさんいっぱいいると思います、はい、いっぱいいると思います。だってもう何百万という菌が口の中にいて、 それがまた体に入っていっちゃうかもしれないで、あっちもこっちも菌だらけですよ。やばいですそうなんですね。そうですね、はい、番組もそろそろエンディングに近づいてきたんです。あっという間に今日はちょっとチュラガンジュ体操を一緒にできなさそうですね。あ、そうあと1分ほどなので、はい、最後にじゃあこの今歯医者さんに行きたくなったという人に向けて、はい、この東川さんの場所と営業時間ぜひ教えていただきたいんですけど、はい、東川院アラグスクにございます、はい、東川院ですけども、はい、夜8時まで、お
長いですね。診療しておりまして、今から仕事終わりにちょっと行こうって言っても、はい、ことも、はいですね、そうなんですね。来ていただけたら幸いです、はい、で明日、はいはい、お休みです。わかりました。じゃあ今日か、ね、明日挟んで金土、はい、日土曜日が4時まで、はい、4時まで、はい、やっておりまして、緑の看板の東会員、はいはい、よろしくお願いします。わかりました。それでは今日はですね、東会員の宮平先生をお呼びして生き生きライフをお届けしました。来週水曜日14時からまた30分間お届けしていきますので、よろしくお願いします。お相手は FM 宜野湾の神田玉樹と宮平正史でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。